皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は、中学校1年生の国語、スズメは本当に減っているかの2時間目の内容です。前回使ったプリントを用意してください。 用意はできましたか前回この授業で前回の授業で分かった筆者の考えは何かというもので一番最初と一番最後が前回の授業で理解しているという状態になっていると思います。本日の授業では2から4で 何があったから丸5につながったのかについて考えていきますでは本日の課題を見てくださいグラフからわかる事実と考えは何かという内容です 事実って何だろう考えって何だろうと思った人は課題の隣に書いてあるものを読んでください。事実とは、この文章ではグラフを見てわかることを指します。考えでは、グラフを見てわからないことが書かれています。 では本日の活動内容です。前回序論、本論、結論の3つに文章を分けることができました。今回はその本文の本論を読んでみましょう。 活動の一つ目、丸一。本論には三つの検証結果が出てきます。どの行で話が変わるか考え、印をつけてください。どんな印でも構いません。自分がわかるように印をつけてください。丸二。グラフからわかる事実を 波線、考えを、棒線で印をつけましょう。丸2の方は印に指定があります。気をつけてください。今からヒントを出します。そのヒントをなしで挑戦してみたいと考える生徒は、ここで一時停止を押してください。では、ヒントを出します。 丸のヒントです。3つすべてが図表ごとの話題になっています。この文章では3つの図表が出てきたと思います。その話題に応じて話が変わるタイミングがあります。探してみてください。 丸2グラフからわかる事実、考えは複数あることがあります。自信を持って書いてみてください。では、この後答えを出します。考える時間が欲しい生徒は一時停止を押してください。 では答えです。まず、丸1の答えから説明していきます。丸1の答えでは、図表ごとの話題になっています。まず一つ目は、99ページ14行目。 本論の始まるところからですそこから101ページ6行目までとなっていますそこには表1に書かれている自由学園の調査記録による検証についての話が書かれています括弧2番です その続き101ページ7行目から103ページの5行目までとなっていますこちらでは図2のものが話題として挙げられています農業被害面積の記録による検証が書かれています3つ目です その続き103ページの6行目から105ページの6行目までとなっています104ページにある図3の内容となっていて鳥類繁殖分布調査による検証についてが書かれていますでは次に2番です2番の答えでは カッ1、事実100ページ3行目と7行目、考え101ページ1行目から6行目となっています。 二つ目、102ページ1行目から3行目、102ページ12行目から13行目、102ページ17行目から103ページの1行目までが事実として書かれています。考えは103ページ4行目から5行目となっています。3番 3つ目です。事実は104ページ1行目から3行目。考えは105ページ2行目から4行目となっております。これ以外にもあったなぁと思った生徒がいたら、保護者の方と一緒に文章を読んでみて、合っているかどうかを確認してみてください。 では最後です。この授業で分かった2から4の情報を自分の言葉で整理してみてください。ここは少し難しいと思います。ですが間違えても構いません。自分の言葉で書いてみてください。 また、先ほどの問題のものを参考にすると解きやすいと思います。今から答えを出します。もう少し書く時間が欲しい、考えたいという生徒は一時停止をしてください。 では答えを出します。あくまでこの答えは参考例としてみてください。② 2の事実では自由学園で観察されたスズメの最大個体数は減少している。考えは日本全国なのかわからない。 ③ 三、事実は、スズメによる農業被害面積は減っている。考えは、スズメの減少以外の原因があるのではないか。④ 四、事実は、スズメの繁殖可能性が減っている。考え、全国的にスズメは減っているが、子育てができていなかっただけではないか。 この2から3、2から4があることによって5番につながっていると考えてよいというものになっています。この内容はすべて図表から出したものとなっています。では、この図表の特徴はどういうものがあるのでしょうか そのことを次の3時間目で図表の特徴について考えていきます。これで茨城オンラインスタディイバスタ中学校1年生国語スズメは本当に減っているか2時間目を終わりにします。ぜひ次の授業も頑張ってください。